おはようございます。2021年令和3年12月11日土曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。昨日12月10日にですね、自由民主党と公明党、与党の自由民主党公明党両党は税制改正大綱を取りまとめました。この税制改正大綱、そもそも何なのというところですが、これは税制を決める、税制を具体的に決めるのは、これは税というのは国がね、立法して、きちんとこういったものを税金として皆さんから集めますよ、あるいはこういった税金については免除しますよということは、立法、法律を作っていかなきゃいけないわけですね。具体的に所得税法とか、相続税法とか、こういった法律が変わることによって税収、税金が動いていくということになります。で、所得税とか、そういった企業の法人税とか、こういったものを具体的にどういうふうに、徴収していくのか、あるいは還付するのかっていうところについては、毎年、多少なりとも手こ入れをしていきます。というのも、経済の状態、いろいろな動きがあるわけなので、この経済の状態に合わせて、機動的な動き方、あるいは、こういった分野についてはもっとみんながお金を出してほしいから、そちらにお金を使った人については税金お安くするよとかね、こういったことを決めていきます。で、それを踏まえて予算、国の予算をね、税収どういうふうな形になるのかなっていうのを踏まえていきながら、国の予算をどういうふうに立てていくのかというかと考えるので、与党の昨日、税制改正大綱っていう、税制をどういうふうにしていくのかっていう大枠、大きいものを決めていったと。で、これ具体的な法律に落とし込んでいく作業は来年の通常国会以降、年明けの、通常国会以降でやっていくわけですけれども、1月から3月にかけて、その議論をして、来年度4月からどういうふうな税金、税制でやっていこうかとかっていうことを決めていく、ことになっていくわけですけれども、今回、2022年度の税制改正ですね、来年度の税制改正のところで、今回与党が発表した税制改正大綱の中ではですね、新しい資本主義の実現とか、未来への投資、株主だけでなく従業員や下請け企業を含む多様なステークホルダーへの還元へと循環させていくみたいなね、こういった言葉が結構踊っているんですけれども、具体的な内容としてはまず賃上げに関する税制ですね。こちら賃上げをした場合にはその一定水準を超えていく、あるいはさらにですね、教育訓練費とかね、そういったお金を従業員に使っていくことによって、税額控除、これ後で所得控除っていうことも出てくるんですけど、税額控除っていうのは何かっていうと、実際の税金を減らすっていうことですね。税金30万円納めなさいっていうふうになっていたら、それに対して賃上げの何パーセント分、賃金が上がった分の何パーセントかについては、こちら税額から30万円納めなさいっていうものを減らしていいよと、控除していいよっていうのが税額控除になります。で、今回大企業ではですね、最大で 30%、賃上げ増加分の 30% 税額控除できるよと、中小企業については 40%、いろんな条件あるんですけれどもね、そういった条件をクリアした場合には、給与総額の増加分を、から増加分のですね、 40% か 30% 抜いていいよみたいな、こういった内容になっていたりとか、あとはオープンイノベーションですね、スタートアップ企業と大企業とかの取り組み、これをね、うまいこと合わせていこうということで、オープンイノベーション促進税制、こちらね、具体的にはこっちは税額控除じゃなくて所得控除なんですけれども、資金の払い込み、スタートアップとかに企業がね、投資をしましたと。で、例えばその投資した金額の何パーセントか、一定額をね、所得控除、こちらは税金を減らすんじゃなくて、税金を計算するベースである所得、僕らだったら例えば年収300万円とか400万円とか、この額面ですね、こちらから企業のその額面の所得から、減らす、一定額を減らすという、こういったオープンイノベーション税制についても導入というところです。で、あと大きい目玉としてはですね、 5G、5G 投資の控除率を段階的に引き下げるということで、今ですね、15%、産業のデジタル化投資ということで、
大手携帯通信事業とか、あるいは工場とか農地などのエリアを限定したローカル 5G とか、こういったものを法人税額から税額控除 15% 分、設備投資額から 15% 分控除ということになっているんですが、こちら段階的に減らしていこうというような動きになっていますというところ。そして、すでに過去ね、この税制改正大綱が発表になる前に、もうすでに一昨日、3日前ぐらいに、住宅ローン控除の話しておりますけれども、こちらその時お伝えした通り、4年間延長、控除率については 0.7% 引き下げということで、与党の税制改正大綱を決定しております。で、合わせて、同日にですね、もう一つ予算編成大綱というものも12月10日、昨日、自民党と公明党、与党、両党、決めているわけですけれども、こっちは、その税制改正を踏まえて、どんな予算を来年組んでいくのか、こんな予算にしていこうということについて、なっています。さっきからね、紙の音をチャラチャラとしてると思うんですけれども、今手元に、実際にね、自民党のホームページに、すでに掲載されている与党の税制改正大綱と、予算編成大綱、こちら、今手元にあるわけですが、今回予算の方についてはですね、7つ柱がありまして、力強い経済政策、国民の命と暮らしの安心安全を守る、災害から国土強靭化を推し進める、地方を元気にする、農林水産業成長産業にするぜ、スポーツ文化その力、そして最後力強い外交安全保障みたいなね、この7つの柱があるんですが、トップバッターには力強い経済政策ということで、コロナ禍ここからねどういうふうに復活させていくのかということを中心とした予算編成としていこうということです。財政規律、こっちも大切なんだけれども、あくまでも経済あっての財政だと、経済をまず最優先するということ、こちらがね、強く予算編成の中でも考え方の中で出てきているということで、躊躇なく必要な予算については予算手当をやっていくぞという、こういったメッセージを前面に押し出しているという内容になっております。この後ですね、先ほども申し上げました通り、来年以降、再び今度実際に、ね、具体的な予算をじゃこの大綱に基づいて、具体案にさらに落とし込んでいく作業というものが来年、通常国会の中でやっていくということになります。もう少しですねちょっと詳しい内容については今、僕もプリントアウトしてですねまだ全部読み切っていないのでまた読んでですね、他の何かの話と絡めて、お話しする機会があったらですねぜひちょっと話していきたいなと思いますが、税制改正大綱と予算編成大綱、昨日12月10日に与党自由民主党と公明党両党の連名で、発表されておりましたので、こちらについてお伝えさせていただきました。それでは ② の話題としまして民主主義サミット、こちらについてお話していきたいと思いますが、アメリカ初となる民主主義サミットというものをですね日本や台湾を含む約110の国地域を招待し、そのうち約90カ国地域が参加して日本時間の12月9日夜から始まり、昨日10日の夜に終了しました。この民主主義サミットではですね、専制主義とか独裁、こういったものが進んでいる国々、こういったところに対して、民主主義、こちらをね、民主主義の理念をしっかりと守っていく、そういった結束を国際社会でやっていこうということで今回、バイデン大統領が、企画主催して、いろんな国に声をかけたということになりますが、ポイントはやはり台湾が含まれるというところで、ここがね、中国に対する、あるいはウクライナ情勢、この前、アメリカとロシアで議論していたわけなので、ウクライナ情勢とか、この新聞解説ながら聞きでも取り上げてきている、ロシアの手先みたいな感じになっているベラルーシですね、独裁、ルカシェンコ大統領がずっと独裁を続けていて、難民問題で、中東の難民を自分たちのベラルーシ国境を西側の国境の方に送りつけてポーランドとかにね、難民問題を押し付けようとするとか、こういった専制主義的な動き、これに対抗するべく、アメリカを中心にみんな民主主義の価値を守っていこうぜとい
という、まあ、こういったサミットを開催しました。サミット for デモクラシーというのが英語での名前ですけれども、この会合の中でバイデンアメリカ大統領、民主主義の基盤を強化するために参加した各国に対して法の支配、要はルールが大切だよと、法律できちんと守って決めたこと、それをやる。で、法の支配の大前提となるためには、その法律がみんながきちんと納得したプロセスで生まれたかどうか、そのためにはきちんと人権とかを踏まえた議論がなされているか、人権侵害とかそういったことに対する懸念を払拭するような内容が前提として考えとしてあるのか、さらに立法プロセスとして民主的な方法で選ばれた議員なり、そういった代表者が法の支配を実現すべく頑張っているのかどうか、そしてそういった政府機関の活動に対してそれはおかしいぞということを言ったりとかできる表現の自由、これをね守られているか、そして報道の自由、それをしっかりといろんな国がこれはおかしい、こういうことをやってた国っていうのは変だぞということをメディアの力でしっかりと広めていくことができるか、まあ要は民主主義っていうもの、権力というものは腐敗するっていうところがどうしてもあります。それは民主主義だろうが専制主義だろうが独裁的にやろうが、どんな手段であってもやはり法の支配とか権力というものっていうのはどうしても腐敗していく、その腐敗していく流れを食い止めるためにはしっかりと監視が効かなきゃいけない。で、まあ、直接的な監視っていうのはね、有権者による投票、これが一番民主主義社会においては最大のクレームということになるわけですが、その前段階としてそもそもこの人おかしいの、おかしくないの、このやり方正しいの、正しくないのっていうことは、報道の自由っていうものがないとやっぱ僕らは分かんないわけですよね。この新聞解説ながら聞きだって、いろんな各メディア、新聞とかテレビとか あるいは SNS とかいろんなところのメディアを通じて、僕がいろんな情報を知って、そのいろんな情報を知ることによって、さらに僕が表現の自由を使ってですね、こうやって皆さんにお届けしているということで、やっぱり民主主義の基盤、そしてこの新聞解説ながら聞きを聞いてくださっている皆さん一人一人が有権者、国の主権者として立ち振る舞わなきゃいけない。でもその立ち振る舞うためには知識とか情報が必要だということで、まあこのバイデン米大統領の言う通り、法の支配、表現の自由、報道の自由、この三つなどのね重要性を強調したというところですが、僕はさらにですね、やっぱり一歩踏み込んで、やっぱりその教育の平等性というか、教育を受ける平等性、こっちがねやっぱり民主主義の僕最大の基盤だと思うんです。なぜならやっぱりみんながこう何も知らない状態で物事って決められないんですよね。その何やっぱり知った上で、分かった上で、どれが正しい正義なんだっていうこと、これを国民一人一人がやっぱりちゃんと理解した上で、投票行動とか民主主義の行動に移っていく、これがねやっぱり民主主義を守っていく基盤でもあるし、我々がより良い社会を作っていくためにも非常に大切なポイントだと思っています。この他にもですね、アメリカ大統領バイデンさん以外にも、日本の岸田首相、中国を念頭に人権蹂躙がされている現状に対して有志国が一致して臨むことの重要性に触れつつ、北朝鮮の拉致問題、日本としてはね、人権とか民主主義に対する最大の敵、それは北朝鮮の拉致問題だということで、こちら基本的人権の侵害という国際社会全体の問題であることを改めて強調しました。また岸田首相、途上国や新興国などにおいて企業活動が人権を尊重する形での監視を強めていくために、国連開発計画、UNDP などの国際機関に約1400万ドルを拠出することを合わせて表明しました。まあ、こういった、ね、民主主義サミット、他にもあれですね、最終日、昨日はオードリー・タン、台湾のオードリー・タン政務委員が、中国の対比で優位性をアピールするなど、あるいはインドのモディ首相を参加することが誇りだって、誇りになるようなね、そういった場所にしていこうというような民主主義サミット、参加国からはまあそういった言葉とかいろんな共同声明が出てたりとかするんですが、まあそしてね、バイデン大統領、まあ1年後をめどに、今度対面式で、今年オンラインでやったんだけど、対面式で民主主義サミット開催したいねっ
ていうような話をしていますが、まあ、実際対面となった時に、他のね、国々どこまで実際にその中国を敵対していくような形で、進めていくことができるのかというところがね、気になるところです。というのも、バイデンアメリカ政権が民主主義国家じゃないよねとも位置づけている中国とロシア、もともと招待されていませんし、その中国とロシアも反発を強めています。台湾防空圏、中国13機侵入ということで、民主主義サミットへの反発なんじゃないかというようなこと、あるいは中米のニカラグア、ここも独裁者がね、独裁的な政治をしているというふうに言われている国ですが、このニカラグアが、昨日おとといアメリカじゃないや台湾との国交を断交して、中国と国交を結ぶというような、まあ、狙いすましたかのようなね、このタイミングでやっているということ。そして人権弾圧的なことが懸念されているフィリピンとかパキスタンとか、こういった国々呼ばれているのに、他のね、NATO の加盟国であるトルコとかハンガリー、こちらの人権、同じようにね、人権の問題が抱えていて、アメリカとも同盟関係にあるのに呼ばれた国、呼ばれてない国があるみたいな、まあ、こういったもうアメリカのためのこうサミット4デモクラシーじゃなくて、サミット4 USA じゃないか、これ。みたいな、そういった突っ込みをロシアとか中国が今やってるということで、まあ、民主主義サミットに対する冷めた見方ということも漂っているというのが現状となっております。まあ、今後ね、本当にどういう風になっていくのかというところ、しっかりと注目して見ていかなければいけないですが、やっぱり、中心に置くべきは米中の対立ですね。米中米ロ、この対ロ、今どうしても冷戦構造の時には米ロを見ておけばよかった。で、冷戦が終わった後はアメリカと国際関係ということだけを見ておけばよかったものが、今、まあ、そこに中国の台頭で、中国をどういうふうに絡めて、世の中の体制を整えていくのか、軍拡の問題もどういうふうに落ち着かせていくのか、冷戦の時にはですね、アメリカとロシアデカップリング状態、もう経済的な、ね、結びつきというものがあんまりなかったのが、今は中国をこう食い込んで、経済を動かしている。で、ロシアもロシアで油田とかエネルギー関係で大きな影響力を持っている。こういった状況の中、経済をどういうふうに一体化して運営できるような環境を作ることができるかどうか。国際社会、2020年代始まって、1年、2年と経ってきましたけれども、本当にどんな流れになっていくのか。この10年、もしかしたら世界平和を考えていく上で、すごく非常に重要な、ね、10年になるかもしれないなという思いを新たにしております。それでは丸三の話題としまして、日本の温暖化ガス、こちらについてですね、環境省昨日12月10日に2020年度の日本の温暖化ガス排出量の速報値、こちらを発表しました。おととし2019年度比で 5.1% 減少の11億4900万トンの排出ということで、これで温暖化ガスの減少7年連続となり、さらに下げ幅についてはリーマンショック後の2009年度以来11年ぶりの大きさとなりました。こちらね、まあ、背景としては、まあ、一生懸命、温暖化ガスを排出を、ね、削減しているというところよりもですね、やはり去年は新型コロナウイルス、こちらで経済活動を低迷したということ、こちらが、ね、非常に大きな影響をしたというふうに思われます。例えばですね、過去にもリーマンショックで経済大きく停滞した2008年と2009年、こちらもね、ガクーンと大きく、減っています。例えばその時がですね、2007年が13億9500万トンだったんですが、2008年13億2200万トンと下がり、さらに2009年12億5000万トンとさらに大幅に下がり、今回前年度比でマイナス 5.1% となったんですけれども、下げ幅としては2008年2009年とよりも小さいということにはなっております。やはり景気経済、こちらがストップしてしまうと、あ、なるほど、温暖化ガスも止まるんだなということがね、よくわかる。経済一生懸命やっていこうとすると、やっぱりそこにはエネルギーの問題が出てくるんだなというのが非常にわかる内容かなと思います。
日本じゃないですけども、例えばね、インドとか、非常に空気がきれいになったというのは去年、話として上がりましたけれども、やっぱり、人間の経済活動、こちらに今エネルギーとか温暖化ガスというものが密接に、紐づいているんだなということがね、よくわかる、話かなと思います。実際日本部門別に見てもですね、感染拡大の影響が鮮明だということで、工場の稼働率低下などで産業部門が 8.3% 減、人の移動少なくなったことで運輸部門が 10.2% 減とそれぞれ大幅なマイナスになっております。逆に家庭部門、こちらはね、テレワークなど在宅時間が増えたため、家庭部門は逆に 4.9% 増えたということで、まあ、全体としてはマイナスなんだけれども、新型コロナの影響というものがね、如実に出ている内容になっているかなというふうに思います。そして、もう一つですね、この新型コロナじゃないや、温暖化ガス 5.1% 減少のところで考えていく上で、非常に大切なポイントはですね、今年日本が発表しました2030年度比、こちらで何パーセント減らすんですかっていう政府目標、こちらですね、日本2030年度に2013年度比で 46% 減らすぜっていう政府目標を発表、菅ちゃんの時代にですね発表したわけです。環境大臣はその時はね、小泉さんでしたけれども、この2013年度、総排出量いくつらだったかというと14億800万トンということで、こう日本にとってね、一番排出量が多かった水準となっております。これに対して2020年は11億4900万トンということで、先ほど前年度比ではマイナス 5.1% と言いましたが、今7年連続でね減ってきていて、2013年度比で見ると今マイナス 18.4% まで来たというようなタイミングになっております。7年間でね 18.4% のマイナスということになっているので、まあ、単純にあともう7年 18.4% マイナスすると、7年後2027年が 36.8 ということになっていき、まあ、そんな単純にはいかないですけどね、単純にはいかないですけど、まあ、43% に向けて、まあ、進んできてはいるんだけれども、もう一歩ね、さらに対策、何かしら対応していかないと、なかなか実際に、難しい。ここでね、また経済再稼働再開ということになっていくと、下手したら2021年ね、まあ、2021年は減れるのかな、どうなんでしょうね。まあ、今年もだいぶ長いこと緊急事態宣言出てましたけれども、そういった影響を踏まえれば、今年もなんとかマイナス方向に行くんじゃないかな。じゃあ来年ね、経済再開して、みんな飛行機に乗った、移動した、そして、工場もいっぱい動かしたっていう時に、本当にマイナス幅この調子でいけるのかというと、うん、なかなかやっぱり2030年、あとね、この2020年の数字からさらに10年後の数字で 46% 減までいけるのかというところ、なかなかまだまだ難しいところがあります。さらなる対策考えていかなければいけないですし、先ほど丸1で申し上げました税制改正大綱、こちらの中にもですね、やっぱりこうグリーンエネルギーとか、そういったところに対する投資、しっかりとやっていく、そういったところに、お金がね流れていくように税制改正していこうという動きもありますので、そういった政策をね総動員して日本の脱炭素、温暖化ガス排出削減、こちらにしっかりと取り組んでいく必要があるんだろうなと思います。それでは続いて ④ の話題としまして、アメリカの消費者物価指数、こちらね、11月の数値が 6.8% 上昇ということで、39年ぶりの高水準ということになっております。アメリカ労働省、12月10日に発表しました11月の消費者物価指数 CPI、こちら1982年から84年の数字を100と置いたときにですね、どういうふうな動きをしているかというところですが、11月前年同月比、1年前の11月と比べまして 6.8% と約39年ぶりの高水準に勢いを強めております。
半導体から食品まで幅広い分野で供給不足が続いており、来週開かれます12月14日から15日にね、来週開かれますアメリカの政策金融決定会合であるアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC を控えて、物価高今ね一層強まっているという状況の中、FRB アメリカの中央銀行である FRB は緩和縮小や利上げ時期の前倒しを急かす方向に、動いていきそうということです。CPI 上昇率約11年ぶりの高水準だった10月の 6.2% から、さらに加速し1982年6月の 7.1% 以来の強さ11月見せつけるということになりました。また7ヶ月連続で 5% 以上の伸びが続いているということでアメリカの物価の勢いというものがね全然止まらないという状態になっております。もともと今年入った時のね最初にこうちょっと上昇してきたなというようなタイミングでは FRB、まあ、2% を超えたインフレというところ、これが一つの政策目標でずっと置いてきたわけですが、まあ、2% を超えているけれども、一時的だと。去年、新型コロナの影響もあってみんな消費ができなかった、消費マグマが家計に溜まっている、貯蓄が、ね、強制貯蓄されてきた分、それが経済が再開していく過程の中でみんないろんなものを買ったりとか旅行に出かけたりとかで、それで、みんながドワッと需要が集まっているから供給不足が起きちゃって一時的にこれはインフレが起きているだけだというふうに、アメリカ判断とかね、そういったメッセージをずっと出していたわけですが、いよいよもって、いや、これ一時的じゃないよねっていうように、先月ぐらいからですね、ちょっとトーンを変えてきているんですが、さらに、11月、もう一歩踏み込んだ状態になっているということになります。オミクロン型のね、話が出てきたのは11月下旬ですので、まあ、11月の数字というものは、まあ、その影響がないというところですが、まあ、ただね、このオミクロン型も、まあ、思ったよりはそこまで大丈夫なんじゃないか、どうなんだろう、みたいなね、感じでまた、ちょっとね、注意して見ていかなければいけないんですが、まだ影響、12月どんなものがあるかわかりませんが、改めて、12月、年末商戦も控え、まあ、景気の加速感というものね、11月よりは落ち着くのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないですけれども、非常に消費者物価指数の数字が高くなってきているというようなことになっております。変動の大きい食品とエネルギーを除く上昇率も前年同月比で 4.9% と10月の 4.6% から一段と加速したということで、まあ、エネルギー価格とか、ね、食品の、結構アップダウンが激しいものを除いても、まあ、じわりじわりとやっぱり、消費者物価指数が上がってきているというような状態になっています。個人消費底堅く、中古車価格は1年前から 31.4% 上がったと。すごいですよね。100万円で買えた中古車が131万4000円、払わないと買えなくなっているということなので、今買うよりも去年買っといた方が、まあ、完全にお得というような状態。そうすると、先々もっと物の値段が上がるんだから今買っといた方がいいっていうような循環、これが起きていくと、どんどん消費意欲が高まっていてインフレが加速していく。で、借り入れを、どんどんしちゃってでも借り入れをしてでも今買った方がいいみたいなね、まあ、こういった動きになっていくとよりますます消費が過熱していくということになりますんで、いよいよねどういうふうに動いていくのかというところだと思います。FRB パウエル議長、11月末高インフレを今まで一時的としてきた従来の表現、議長がねついに一時的という表現を撤回する意向を表明し、インフレが長期化していることへの警戒心を今強めております。繰り返しになりますけれども、来週14日から15日に、アメリカの政策金融決定会合である FOMC、こちら出てき、動いていきますが、1ヶ月前に始めたばかりの量的緩和、こちらの縮小のペース早める見込みとなっております。もともと今ですね、毎月もともと1200億ドル、いいんだよな、1200億ドルで、どんどん蛇口を開いてですね、市場に供給、資金を供給してきたわけですが、これを150億ドルずつ狭めていき、8ヶ月、来年の6月でね、蛇口を締め切ろうというふうに言っていたわけですが、こちらが前倒しされていくという動き、強まっていきそうだなと。
で、その蛇口を閉めるスピードが前倒しになっていけば、その後利上げという問題、来年、のね、前半のタイミングでは利上げが始まっていくんじゃないかという、まあ、こういった動き、声が高まってきているということです。アメリカの物価、幅広い分野で上昇しており、このインフレとどういうふうに立ち向かっていくのか。で、インフレにね、急いで対応しようとして利上げをしてしまうと景気が、底割れ、底割れじゃないや、こうせっかく今ね、伸びてる景気が割れてしまい、折れてしまい、そして、株式市場にも大きなダメージを加えかねないということで、パウエル議長、市場との丁寧な対話、これがね、求められる状況続いていくと思いますし、アメリカの政策金融決定会合というものはですね、アメリカ一国のみならず世界経済に大きな影響を与えるわけですから、まあ、その動きの中で、日本も日本のね為替とかもどういうふうに動いていくのか、そうすると日本の物価、日本のね輸入物価とかも大きく変わっていきますんで、しっかりとこのあたりの経済のね動き、もう来週、まあ、すごいちょっとね大きな動きになっていくかもしれないというところで、緊張感高く12月この年末をね、乗り切っていきたいなと思います。それでは本日も最後丸ごとしまして、主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず朝日新聞です。18歳裁判員、幅広い参加に向けて。5年前から18歳も選挙権を持ち、来年4月には民法の成年年齢も18歳になる。裁判官とともに有罪無罪や、刑の重さを判断する裁判員について、18、19歳を除外する理由は見当たらないということですが、いやまあ理由としては一つあるとしたら、やっぱり少年法ですよね。こちらとの関係性絡み、これをどういうふうにしていくのかというところがやっぱりポイントにはなっていくと思うんですが、まあ、今回、重大な刑事事件の裁判に加わる裁判員の年齢の下限が20歳から、18歳、20歳から18歳に引き下げられたということですが、まあ、やっぱ合わせてね、今年もやっぱりあの山梨県とかでも、あの18歳、19歳でしたっけ、やっぱ結構重大な事件が起きたりとかもしましたし、そういったことを踏まえていくと、やっぱ少年法のね、こちら、どういうふうに改正していくのかというようなところ、まあ、この辺も合わせてやっぱり改めて考えていくっていうことがね、重要になってくるんだろうなというふうに思います。朝日新聞もう一本は、税制改正大綱、目指す社会が見えるということで、本日丸一で取り扱いました、税制改正大綱、与党のね、税制改正大綱について、朝日新聞、税制を議論する際は透明性のある場で、幅広い関係者や専門家の意見を聞くべきだ。与党の密室の調整では国民の納得は得られないということで、与党のね、税務調査会、税調で、いろんな物事が決まって、実質的に決まっていく。最終的には今日丸一で申し上げました通り、来年の通常国会で、きちんと、民主主義な手続きね、立法府の手続きを踏まえて決定されていくんだけれども、もともとのその素案となるベースを、一部の人たちが決めていってしまう。これって本当にいいのかなっていう、まあ、こういった問題提起ですよね。で、一方、税調ってね、やっぱり結構いろんな利害関係とか調整が難しいということで、政治家の中でもまあ得意とする人、知識が十分にある人というものが限られているというのも一つ大きな課題だと思いますので、国民のね、税金に対する意識も高めていきつつ、まあ、そういった人材を育て上げていくということ、これも政治家内部の与党、政党内部でもしっかりと取り組んでいってほしいなと思いますね。毎日新聞、ウクライナ情勢の緊迫、ロシアは威嚇に頼らず対話を。安全保障上の懸念があるのならば、ロシアはいたずらに軍事的な威嚇行為に頼るのではなく、対話を通じて解決の糸口を探るべきではないか。毎日新聞、もう一本、札幌五輪の招致計画、住民の支持得られるのか。成功には地元の理解が欠かせない。招致活動を進める上で住民の声に耳を傾けることが重要だ。産経新聞、税制改正大綱、これで賃金は上がるのか。大綱は小粒な改正を束ねた印象が強く、格差是正に向けた金融所得課税の強化も先送りした。日本経済再生を目指す意気込みが感じられないのは残念だ。ね、言葉はね、すごくいろんな新しい資本主義とか、こう出てるんだけれども、中身として本当に、具体的にやる気あんのかと、産経新聞ですね。産経新聞も札幌五輪の話題です。札幌五輪、不利な情報も含め開示を。冬季五輪は
近年は厄介者として世界から敬遠されている。まあ、ことね、来年はしかも、政治的な問題ね、もう絡んで、北京オリンピックどないすんねんというような話になっておりますが、厄介者として世界から敬遠されている。札幌市は、五輪開催を都市インフラ更新やバリアフリー化、環境負荷を抑えた街づくりなどの契機にしたいという、残念ながら、なぜ札幌での理由にはなっていない。読売新聞です。ドイツ、ショルツ政権、中露への対応が試金石となる。米国はロシアがウクライナに侵攻した場合、強力な経済制裁を科すと警告した。ロシアとドイツを結ぶガスパイプラインの稼働見合わせはその有力策だ。ということで、まあ、ドイツ、ショルツ政権できたばっかだけど、3党の寄り合い状態になっている。で、まあ、基本的な方針については、政党間のね、合意があるんだけど、細かいところ。例えば、今度のね、北京オリンピックに外交的ボイコットするのしないのなんて、そんな細かいことは決めていないので、じゃあドイツのショルツ政権、どういうふうに動いていくのか、しっかりとね、今、政権交代したばっかとはいえ、ドイツ、ヨーロッパの大きな国、世界第4位の経済大国でもあるわけですから、しっかりとした舵取りをショルツ政権やっていってほしいなと思います。読売新聞も税制改正大綱、分配の具体化につながるか。金融緩和による株価上昇などで富裕層の金融資産ばかりが膨らむのは好ましくない。是正に向けた論議が必要だが、株式市場への影響も懸念される。時間をかけて検討することが望ましい。最後、日経新聞の2本ですね。外国人が安心して働く環境を。かねて技能実習制度で問題になってきた違法な長時間労働や賃金不払いなどは当然あってはならない。雇用主は不当な処遇が人権侵害になり得ることを自覚すべきだ。労働局や労働基準監督署も厳しく監視する必要があるということで、日本のね、人権問題、こう、人権蹂躙の問題として、この技能実習生問題、世界からもね、冷たい目で見られているというところ、冷たい目、厳しい目で見られている。って感じですね。なのでしっかりとね、日本として、これ、制度どういう風にやっていくのかしっかりと考えていく必要があると思っています。日経新聞、まあ、日経ですからね、経済新聞ですから、当然、小手先の税制では成長分配にもできるということで、税制改正大綱を取り扱っております。金融所得課税の強化は23年度以降の検討課題となる。富裕層に適正な負担を求めるのは重要だが、中間層の資産形成や貯蓄から投資への流れを妨げるのは好ましくない。よくよく慎重に制度を設計しなければなるまい。ということで、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございました。新聞解説ながら聞き、ラジオ歴史小話本体、どちらもですね、皆様からのお便り、質問、応援メッセージ、こちらをお待ちしております。募集フォームは各エピソードの概要欄、こちらに Google フォームへの URL 貼っておりますので、そちらからぜひぜひ、皆さん、投稿していただければと思います。今週の応募メッセージとしてはですね、質問とかそんな具体的にないよとか応援メッセージ特にないよっていう方もですね、今週の応募メッセージということで、皆さんがね、もらって嬉しい、あったら必ず買っちゃう、旅行先とか帰省先、こちらでのね、おすすめの、お菓子やお土産、こちらをぜひぜひ皆さんあるものを投稿していただければなと思います。僕は博多の通りもんとかですね、あるいはまあ、ベタですけど白い恋人とかね、こういうのが好きですけれども、皆さんのおすすめの、ご当地 お菓子とかあればぜひご紹介いただければと思います。また新聞解説ながら聞きの方ではですね、来週12月14日火曜日、日本時間の19時半から20時半で、オンライン講演会を実施します。金額1000円となっておりますけれども、Zoom で、オンラインでやっていきたいと思いますので、こちらも各エピソードの概要欄、こちらに、リンク記事、販売しているノート記事の URL 貼っておりますので、こちらから行って、有料購入していただくとですね、隠れているところに、Zoom の URL、ログイン URL が出てきますので、そちらから当日時間になったら入ってきていただければと思います。はい。12月もですね、早いもので、上旬が終わり、中旬、下旬と残すところですね、日に日に、今年2021年というものも終わりゆく感じになっていきますが、皆様におかれましてはですね、やはり元気に、元気が一番ということで、大変なこともたくさんあると思います。寒い時期続いて、日照時間もね、減って、気づいたらもう日沈んでんのみたいな、そんな
日々ではありますけれども、元気に元気にそして元気にやっていってほしいなと思いますし、僕自身も頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。